田中英語嫌なら竹内 English ハモらせんなまず今回もですねスペシャルゲストのレネさんにお越しいただいております。お願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、すでに2本動画出てるんですけれども、この動画から見てるよって人もいると思うんで、簡単に自己紹介お願いします。はい、じゃあ皆さん簡単な自己紹介をさせてもらうとですね、 I was born in Japan、 もともと日本で生まれたんですが、父親がチリの人で、なんで3歳の頃にチリに移住して大学から日本に来て、英語大学っていうオンラインのコーチングスクールをやりながら英語のコーチとしてお仕事をしてます。であとは J リーグでも会見の通訳とかをやったりしてます。なんで母国語はスペイン語英語日本語っていう、はい、ね、なるほどね。なんで僕も英語学習者です。じゃあ英語を学んだ時はスペイン語から学んでた。そう、現地校で小学校3年生からやるんですよ。小学校3年生からで、高校2年生ぐらいまでは日本と同じような勉強の仕方、ね、そうだったんですね。そうで高3になるとディスカッションとかプレゼントとか、アウトプットをたくさんするっていう授業に切り替わり、でそこから、ホームステイでイギリスに3週間。じゃあレネさんも喋れねえ時期があったわけですね。喋れねえ感じがありましたね。時期が初めて言われましたね。大学を日本で受験したの で日本語ができなかったので、外国人として外国人枠としてトーフルと SAT を勉強して受験しました。日本語は喋れたんですか？片言でした。片言だったんだ。今もうペラペラじゃないですか。なんとかすごっ。日本語が喋れねえ時期がありますね。来てくれると思いますよ。最初は英語も日本語も喋れねえレネさんだったのに、喋れるようになったレネさんに聞きたいテーマがありまして、はい、英語を話せるようになるコツ、まあ、スピーキングの勉強法ですよ。スピーキングの勉強法、はい、やっぱね、はい、日本人一番困ってるとこそこだと思うんですよ。確かにね、まあ、読めない聞けない書けない、うん、あると思うんですけど、うんうん、やっぱそこってできるようになんだかになる人多いと思うんですけど、うん、会話、うん、ここに関してはね、うん、苦手意識持ってる人多いんじゃないかなと思うんで。間違いないですね、うん、ちょうど武田塾イングリッシュだと、うん、やっぱトイック対策とかねしてる人見てくれてると思うんですけど、うん、よくねあのリスニングリーディングだけやるから、うん、スピーキングできないっていう人とかもね、うん、多いので、じゃあそういう人たちがこれからどうやってねスピーキング力上げていったらいいのかっていうのをね、ぜひ勉強法とか教えてください。はい、わかりました。今回もその文化の違いの観点からお話をできればと思います。まあ、会話をするってことですよね、うん、なんで会話ってまず挨拶から入るじゃないですか、はいはい、How are you に対する対策がまず必要だ。学校挨拶、一番最初が挨拶から始まるから、ね、なるほどね。なんで学校だったら How are you? I'm fine, thank you, and you? 言わねえよそんなこと言わねえよ確かに、ね、なぜネイティブって How are you? って聞いてくるか皆さんご存知ですか？なんだろう、もう文化だからって感じのイメージが強いな。なぜ聞いてくるのか、そこに人がいるからまあ雑談を始めたいからなんですよ。欧米って結構共有の文化なんですね、うん、共有の文化なので、最近どうなんっていう感じでひたすら How are you、うん、アメリカでスタバ行った時に How are you 長くね聞いてくると。確かに確かに、お店でも聞かれますよね。でしょ、うん、とりあえずこう共有したいです、うん、っていうのがあるんで、この How are you に対してまず印象よく答えてもらいたいと。おお、なるほど。ここはねラテンを注入していくんですけど、エクセレントとか、はい、グレイトみたいな返しをすると、うん、相手がおお、エクセレントってなって、ちょっとこう会話が弾みやすくなる、うん、はいはい、なんでまずはそこです。スタートに I'm fine とか I'm good、うん、とかで言うんじゃなくて、エクセレントとかグレイトっていうのをかましていくんですね。そうそう、エクセレント、エクセレントとか僕が大好きなのは couldn't be better、 最高、 couldn't be better、ね、Oh, really? そうそう、相手が Really? って言ってくれたら、うん、聞いてきてくれたから、うん、自分も And you?、うん、Yourself? はいはいはい、こうスマートにパンパンパンって返すと。なるほどね、うん、そうするとちょっと温まるんですよ、会話、うん、質問し返さない日本人多いんですよね。 I'm fine で終わっちゃうんだよね。そう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 、オンライン英会話とかでレッスン受けた時に言われたんですけど、うん、まあそれこそ How are you? であったり、うん、What's up? とか挨拶されて、うん、こうだよって言って自分も聞き返したら、日本人なのに聞き返してくれたってなって、なんで日本人は聞き返さないのって質問を受けて説明したことがあります、うんうんうん、日本だとねそこの文化あんまないですもん、うん、おはようとかこんにちはは言うけど、もうそこから先にもういきなりトピックに入っていくっていうか、うん、確かに確かに。なんでまずは、ね、ちゃんと返すようにしましょうと。今の英語力に満足ですか？英語力を上げて転職就活留学を叶えよう。無料カウンセリングでお待ちしてます。
会話の仕方って2つそこから発生するんですけど、自分から最近の出来事を共有するか、もしくは相手に質問してあげるかっていうこの2択なんです、ね、相手に質問する時のかっこいい質問の仕方、Any good news?なるほどね、最近の Any good news?、でこう話題を、最近いいことあったと、そうそう話題を、引き出すと、もしくは自分から何かを伝えるか、自分から何かを伝える理由になるための勉強の仕方として、僕がおすすめしてるのは日記。なんだけど日記はその日を振り返るんじゃなくて、自分のネタを貯めていくためのネタ帳を作ってくださいって言ってました。そのネタ帳を会話の優先順位で言うと、これも面白いんですけど、会話の仕方って基本過去未来現在でネタを話すことが多いんですよ、時勢として、なんでまずは過去の文法をやって、その後未来の文法をやって、その後現在の文法をやるっていう、でそれを軸にこうネタ帳を書くとスモールトークがしやすくなると。じゃあ日記なんだけど、それはまあデイリーで毎日書くっていう意味で、実際その日に起きたことを書くわけではないんですか？そうですそうですそうです、もう一つよくあるのが、この雑談をするときに日本人の口癖第一が、特に何も、あ、最近どう、特に何もそんな大したことはない、でこの謙遜文化が入ってくるんですよ。でそれをそのまま英語に言っちゃう人が結構いる。Nothing special. Nothing special. なわけないじゃん。ね、なるほど。会話弾ませましょうと。そうそうそう、はい、なんでこの謙遜っていうのを一旦横に置いといて、些細なことでもいいから書く。なるほどね。なんで例えば朝コーヒーを飲んで会社に行ったよでもいいし、でこれ絶対書けるじゃないですか、違うこと、今週末は友達とバーベキューしに行くんで、I will で書けるじゃないですか、なるほど、っていうのをまずやってほしい。だいぶ過去の話とかだいぶ未来の話じゃなくて、結構そのだ日記単位で書けるような過去未来の話を書いていく。雑談もそんなに大したいきなり自分の夢の話とかしないじゃないですか。確かに確かに。自分の生い立ちいきなり言わないじゃないですか。なるほどね。ここ最近の時間軸で起きてることをネタとしてこう取り留めて、でそれをこう伝えれるためにこうそれを音読してとか、チャット GPT に投げてリバイスしてもらって、正しい英語にそうそうそうブラッシュアップしたりとか。これがステップ2。ステップ2。ステップ3、質問とリアクション。というのも日本語で会話してる時、今もそうですけど、そんなに声に出さないじゃないですか、リアクションって。そうですね、確かに、それを、ね、英語だったら Oh really? That's great! こう言ってあげないと、ネイティブは不安になるから、確かに声に出そうと、もうオウム返ししちゃってもいいわけですよ、キーワードを、Oh Disneyland! Oh Disneyland! Oh Starbucks! なんでもとりあえずこう聞いてるよっていうね。確かに日本人は会話の切れ目を待って話さなきゃみたいなところありますよね。そうです、なんでそういった基本的なリアクションフレーズをも学んでもらって、あとは会話で弾みそうな質問をインプットしてもらう。例えば必ず出てくる質問としては How was it? どうだった、とか、言えることが言えるようになってきた時のその次の課題って、会話が続かないっていうのがよく多いですね。マッチになっちゃうことが多いですね、オンライン英会話でも、なんで自分から会話を発展させるために質問力をつけましょうと。確かにリアクションしてもね、 Wow that's great, that sounds good で終わりに出すもんね、じゃなくて、How was it? How was it? っていう聞きに行くと、関心持って質問するっていう姿勢をつけると、なるほど。この3ステップをまずやれば、初級者でも15分は会話続くんじゃないかなと。確かに、そうですね。であとは前回の動画でお伝えした、その聞き取れない時にこういうふうに対処しましょうよね、聞き返してリクエストしようねっていうのをやれば15分は絶対いけると。確かに確かに。じゃあまだ見てない方はね、そちらの動画も見に行ってくださいね。いいことが聞けたんじゃないですか。そうですね、だって皆さんね、もうこれカットしてめっちゃ短くなってるかもしれないけど、15分ぐらい喋ってますから、もうすでに。っていうふうに僕は考えてるんですけど、皆さんどうですか、今のお話は。いやー、そうですね、中学英語を入れるっていうところがやっぱ結構僕共感して、中学英語を使いこなせてないのに、難しい英文法とか、こう難しい単語を入れようとしちゃったりとか、トイックで問われる細かい知識を入れようとしちゃってる人意外と多いかなと思うんですよね。中学英語で喋れますよっていう話があったと思うんですけど、そこが結構僕は大事かなと思って。会話をするってなった時に、別にね、アメリカ人とかイギリス人とかオーストラリア人だけじゃないじゃないですか、そうそうそう、グローバルで会話していくから、その時にシンプルイズベストなんで中学英語でいいよと。
いう考えですね僕は。なるほど。森田さんどう思われねますか。思われねますか難しい。いやまあまさにそれをやるんだったらこれねみたいな感じですよ。もうやるもうぜひ実践してください、はい、ということで今回は英語コーチのレネさんにどうやったらね初心者が話せるようになるのか会話続くようになるのかっていうことを聞いてきました。ぜひこの勉強法をね参考にしていただいて話せるようになっちゃってください。 See you.